どうもザ・クロマニヨンズの桐田克治です。この D3500 を最初に受け取った時の印象なんですけども、やっぱかっこいいなってすごく思いましたね。この赤と黒のデザインで洗練されたっていう印象ですかね。なんかすごくこうスマートでかっこいいと思います。座り心地なんですけど、僕はこのロードスターシリーズっていうのは初期の頃から使わさせていただいているんです。でこの D3500 を受け取る前までも D2500 をずっと使ってたんですけども、それを増してお尻のフィット感がねいい気がしますね。なのでスッと座れるっていう感じの印象の椅子ですね。お尻に優しい気がします。この椅子のクッションなんですけど、多層構造ということなんですけどね、椅子のクッションってすごく難しいと思うんですよね。硬すぎず柔らかすぎずでないとやっぱいけませんし、柔らかすぎたらやっぱ腰にきますしね。で硬すぎてもお尻が痛いじゃないですか。長時間プレーに合わない。いろいろこう開発の方もいろんなこと試して苦労されたと思うんですよね。その甲斐あってかすごく座ってて、ね、苦にならないシートですよね。ホールド性もバッチリですし、でこうなんか硬い層とだから柔らかい層がをうまいことこうブレンドしてやってるみたいなんですけども、この真ん中のねくぼみが実際こうね見た感じはフラットに見えるんですけども、真ん中にちょっとくぼみがあって、それもあってこうなんかお尻がスッとはまるっていう印象があるんですよね。なのでこうふらつきもせず太ももにこうストレスがあまりなく座れるんで、ホールド性もしっかりあるし、割とどっしりとしっかり座れるシートかなっていうふうに思いますね。椅子の頭を固定したい人や、椅子の頭を回したい人っていうのがいろいろあると思うんですね。で、どっちにしろやっぱシートとスタンドの固定する部分っていうのはガタつきができるだけない方がいいと僕は思うんですよね。なのでこれまでのパールのシートも完璧に固定しようと思えばがっちり固定できるストッパーがついてましたね。今回のこの D3500 のこの、付け根もそうですし、ストッパーの部分もすごく改善されててね、がっちり固定したい人はこれまで以上に固定できると思いますし、でその固定するストッパーを反対側にすれば回すこともできるようになってるんですね。でそれも今まで以上にこうガタつきなく回せるようになっていると思います。これドラミスすごく重要なんですよね。それは当たり前のことなんですけど、まず普通みんなスティックはボツじゃないですか。でその次に買うマイク材って何でしょうかというと、大体みんなドラムペダルを買うんですね。でその次ってなると大体スネアに行きます、はい、ただ考えてみてほしいのは、一番体に触れる部分はやっぱスティックかもしれないですけども、椅子ってずっと座ってる部分ですよね。練習スタジオに行ってまず最初に何をするかを考えてみたらいいと思うんです。みんなドラム椅子の高さを合わせるでしょ。やっぱり椅子の高さっていうのはやっぱ自分の好みの高さって絶対あるわけです、それはドラムペダルのセッティングにも当然ありますけども、椅子っていうのは本来自分のマイ椅子っていうのを持った方がいいんじゃないかなと僕は思うんですよね。それは実は大先輩がね、昔雑誌の記事に書いてたんですよ。椅子の高さっていうのはすごく重要なんで、ドラムペダルを買うのはいい、でも本当にまず買うべきものはドラム椅子だっていうふうに目から鱗でした。それで僕その記事を読んでから練習スタジオ、なかなかね機材多くなって大変なんで、持っていけるときは自分のドラム椅子持ってって練習するようにしてます。こんな状況なんでなかなかライブはできないですけども、音源はみんなで作ったりしてます、ね、今度11月にニューシングルが出ますので楽しみにしとってください。でまたね去年からやってた、途中で終わっちゃったんですけども、ツアーのライブ CD が出るんです、今配信でも流れてると思うんですけども、こちらもね、やっぱ聞いたらね、余計ライブがしたくなるんですよ。でも今ぐっとこらえてね、ライブができへんやったら次ライブにできる時までもっと上手くなってやろうと思って今練習してます。なのでね、また会える日を楽しみにしてますよ。うちの兄貴がね、最初に買ってきたドラムがまずパールやって、吹奏楽部に入って吹奏楽部の部室にあったドラムもパールだったんです。で最初に買ったドラムもパールです。本当に、ね、パールづくめです、ね、だから他のドラムが
いいとか悪いとかよく分かんないです。パールはねとにかく好きなんですよ、はい。でまあその具体的に言うといっぱいポイントありますよ。まずは僕タムホルダーが大好きですし、ドラム本体も好きですし、スネアドラムもすごく好きです。パールのスネア僕何個持ってるか分かりますよ。すごく好きなんですよね。で思うのは最近あのよくハイブリッドっていう言葉がね世間にありますよね。あのまあ特に車の世界、電車の世界でもそうですし、パールっていうのはねすごくいい意味でハイブリッドな会社だと思います。あの日本のドラムの創創期から日本のドラムを世界にあの広めたっていうこう伝統があるじゃないですか。でプラスなんかどっからそのアイデアを持ってきたんっていうようなこうアイデアをねこうドラムに取り入れる。分かりやすいところで言うと、なんでペダルのベアリングがスケボーのベアリングやねんとか ね。でも理にかなってるわけですよね。すごくこうあの回転するベアリングやからドラムにあの導入した。だからドラムバカがなんでこんなに揃ってんねやろなっていうようなすごく感じる部分があるんです、ね。でプラスその作ってみて試してほしいねんっていう、こうあの開発の人の顔、それをこうこれダメだって言った時の残念な顔、でも負けずと絶対次のアイデアを持ってきてね、で素晴らしい製品に仕上げる。なんかねモニターとね開発、まあプラスパールの人全てとこうあのパールのアーティスト一体となってね製品を作ってるっていう感じが僕すごく好きなんです。もうこれからもずっとパールを使わさせていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。パール The best reason to play drums.